スタライブということでかなり緊張はしているんですけれども、はい、精一杯弊社のものづくりへのこだわりとご説明をさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ヒロさん姿勢でかいですねそうですね、まあ身長ちなみに80です。80ですか。私が一応85。あ、よかったです。これで僕私80ですって言われたら僕は嘘ついてるでもやっぱね、天井とかだからやっぱ気になりません。そうですね、そうですよね、住居空間です。あ、ちなみに今回この三菱地所さんのギャラリーの方に来ていますけど、本来はちゃんとマスクをつけて、多分そういう感染対策はちゃんと徹底してやられてると思うんですけど、ちょっと今日だけ僕特別にマスクなしでやらせていただいております。では早速、はい、こちらですと玄関もそうです、ね、なってますけど、こちらがプレゼンテーションルームといいまして、はい、まあ、今ご案内しております早稲田だったりとか御徒町を再現したものではないんですが、はい、弊社のものづくりへのこだわりだったりとか、はい、あとはインテリアのご提案をさせていただくお部屋となっております。はい、これも写してほしいなと思って、はい、はい、こちらですね。こういう今日はじゃあ2LDK。 そうですね、はい、73.75 平米の 2LDK でございます。すごく楽しみですリビングダイニングが 17.9 畳という、まあ、かなり大きいですね。しかもキッチンこれ別でってことですか。そうなんです、キッチンで別で。じゃあ合わせるともう本当に24畳ぐらいになるぐらいです。おっしゃる通りです。あとは2畳ぐらい、はい、そうですね、洋室1の7畳のお部屋と、まあ、5畳のお部屋がございます。すごく綺麗、はい、ご期待いただけます。早速入っていきたいと思います、はい、僕ねインスタライブとかねよくやるんですけど、こういう風にまさか皆さんとちょっと内見みたいな感じがの初めてなのに今日めちゃくちゃ楽しみで、あ、なるほど、ちょっとこれ靴脱いで入りますけど、玄関がめちゃくちゃ綺麗ですからね。白そうですね、こちらもタイル張りとさせていただいて、綺麗だし、あと広いんですよ玄関が。そうですね、なかなかこの広さのねマンションって限られてるじゃないですか。そうですね、嬉しいし、ちゃんと下にもね靴が入るっていう、玄関はなるべく靴がねない方がいいじゃないですか。そうですね、もうおっしゃる通りでした。ちょっと下げておりまして、はい、靴とかも目立たないように作りはしてます。すごい、ちょっと皆さん、はい、今日は本当楽しみにしてるんで、いやこれね今リビングに向かってるんですけども、僕リビングも見えてるから早く紹介したいんですけど、なんかもうこういうちょっと壁の感じとか、あ、ここはなんかトイレなのかなとか、バスルームは、僕バスルームは後で絶対ちょっと見たいですね、いろいろあるんですけど、うわー、じゃあリビング来ました、はい、うわー、これちょっと広さ伝えたいですねちょっとこんな感じで、このこう今こうなっております。こちらの、はい、ここが 17.9 畳ですね。 17.9 あるとやっぱり広いし、ソファーも置けるし、こういうなんだろう、テーブルも置けるし、ダイニング、そうですね、家具のレイアウト空間ですね。そうですね、家具のレイアウトとかもかなりしやすいですよね。ああ、そうですね、ちょっとじゃあ木村さんにも、まあ、もちろんおすすめポイントだったりとか、はい、いろいろ聞きたいんですけど、まあ、このこれって普段なかなかその自分で家を探してる時に来ると、やっぱもうその入居してない人だったりするから、その片付いてたりするじゃないですか、はい、だからやっぱこのギャラリーならではですよね、こういう家具もちゃんとあってとか、配置の雰囲気ができて、ね、ちなみにこの何だろう、配置されてるインテリアみたいなものも三菱地所さんとかやられてたりするんですか。そうですね、弊社のグループ会社が監修をしておりまして、ね、はい、こういったインテリアをデザインさせていただいております。はい、すごい、これ皆さんどうですか、これは1700人の方見てくださってありがとうございますいやー、1700人の方とマンション見に来たことないんですけどそうです、天井の高さとかも結構高い。あ、本当ですね、ちょっと低い、高い気がします。そうですね、ここがその2m50cm の高さになります。はい、はい、2m50 あるとやっぱ少し空間的にも広くなっていいですね。そうですね、開放感やっぱ全然違ってきますよね。窓が広いですね、これ結構そうですね、もう全部窓で、ええー、これはやっぱ嬉しいですよね、日の光も入って。そうですね、やっぱ窓が多いことによってやっぱ光もだんだんやっぱ入ってくる量が違いますから。なんかこのなんて言ったらいいのか分かんないですけど、間取りに対して無駄なスペースがないじゃないですか。そうです、ね、結構せっかくそのなんか平米数が広いのに、廊下に使っちゃってるみたいなので、なかなか生活にならない場所があったりするけど、ちゃんとねこれ真四角で綺麗でどこも無駄になってないので。そうですね、柱自体ももう外に出しているような。そうなんですね、どこもなんかその余計にボコッとしてたりとかがないから。そうですね、はい、でこうやってこれもだからもう壁にかけられるって、はい、片面をそうしちゃってるんですね、はい、これも贅沢な作りで、はい、そうだこうやって優雅にこのソファーは背もたれが倒れない。いや本当ですね、これ、なんかさっき見た感じでも、あ、外れますね。そうですね、なので、まあ、例えばなんですけど床に置いていただいて、はい、ちょっと寝そべりながらっていうのも、じゃあ、はい、僕今日ここから30分にスライブちょっとやりたいぐらいなんです
してる。全然どうもね。かわいいですね、作りが。そうですね。いやこれ楽しいな。どうです皆様。皆様のコメントもちょっと気になるけど。まあやっぱあとキッチンですよね。大切ですよ。そうですね。はい。やっぱね、みんな料理する人もね、多いと思いますし。キッチンはね、僕これ注目してるんですよ。浄水器ですよ。あ、はい、ね、もちろん浄水器があることがね、すごく僕はいいなと思うんですけど、結構今このここにカートリッジのシステムとかあるじゃないですか、はい、僕は結構でもこの立体型のこのこういう風に浄水器がちゃんと別であるのが結構好きだったりして、まあ、こちらもおしゃれ、ね、こちらもおしゃれですし、安心して使えそうなっていう、いやでもちゃんとガスコンロでね、口あって、あとこれ食洗機もありますね、これも。そうですね。食洗機ね、僕あの面倒くさがり屋なんで、まあ、洗うの面倒くさいなって時はここにバッて入れて。いいですよね。乾燥までやってくれるので。乾燥もできるんですね。しかもこれかっこいいですね。なんかこの中はちゃんと食洗機だけど、ここのデザインとかがそのなんかこれ多分ちょっと木っていうんですか。そうですね。温かみがあるデザインだから、なんかパッと見そのいい意味で生活感がないというか。おっしゃる通りですね。すごく素敵ですね。はい、こんなの見たことないですよ。え？そうですね、ライトを切り替えられる。ここがこんな、なんか飛び出てないのあるんですね。もう実家のとかなんか丸いプラスチックがこうついてるイメージだったんで、今こんなおしゃれになってるんですよ。そうですね、そこもやっぱりスタイリッシュな作りになってますね。本当ですね、はい、すごいや、もう広いし、すっごいなんか全部の材質が綺麗で。ありがとうございます。あと僕も個人的にこれがやっぱ低めに設置されてるのも、その幅広いその型に対応されてるのがすごく分かって素敵だなと思っていて、さすがですね。あのユニバーサルデザインというものを採用しておりまして、はい、まあ、あのどんな方でもやっぱ使いやすい、ね、あの設計にはしております。確かに別にこれがね低いところにある分に僕身長高いけど何のこれ古いのかなとね。あ、こういうのすごく素敵ですね、やっぱ。そうですね、こういう心配りがあって、はい、床暖房もちゃんとあるんですよ。そうですね、表示すごいな、ちょっとちゃんと見ようかな、みんなのコメントも。ちょっとみんなのコメントも今日拾っていきたいなと思って、うん、あ、浄水器大事、無駄がない、空間いい、可愛いですって。いやありがとうございます、うん、キッチン気になる、インテリアも素敵って。いや本当に素敵なインテリア、やっぱりこれカウンターキッチンじゃないですか。そうです。これだからそのご家族だったりとか、そのご結婚された方なんかも、これも僕もちょっと理想というか、はいはい、やっぱなんかキッチンが閉鎖的なところで、ね、はい、料理するの寂しいじゃないですか。そうですね、こういう風になんか広い空間で、しかもこんだけ距離があったら何か置けるわけじゃないですか。そうですね、まあ、窓を開ければいいなっていうところを見ながら、ね、それで料理も楽しみですよね。すごいいいな、広いし、あと。そうですね、ここかなり広いですね。大事なのよ。僕はやっぱね、食洗機がない場合でも、はい、こうやって置いたりしてちょっと溜まっちゃうじゃないですか、はいはい、洗いにくいけど、こんなに広さあったらもうね、例えばじゃあこっちになんかそういうの置いて、はいはい、こうやってとかできるから、これもちゃんと動くしね。そうですね、引き出せるんですよ。あー、これね、本当マニアックな話しますね、はい、あの空気清浄機の水入れるときにこれ伸びないと大変なんですよ。確かに、ガコってやんなきゃいけないから、これ伸びたらこうやって抱えてこうやってやれるじゃないですか。あ、そうですね、こういうやっぱこの細かい気配りがちゃんとしてる住居っていうことがやっぱ理想ではあるので、すごく素敵です。もう今感動します。めちゃくちゃいい。リビングなんかありますか、他に推しポイントあったらお聞きしたいですけど。そうですね、まあ、あのインテリアとかは、まあ、特にその、まあ、こだわっては、はい、あの演出はしているので、まあ、はい、そこはあの注目していただきたいポイントの一つですね、はい、あとは天井の高さだったり、ですね、あのキッチンの高さっていうのも、はい、あの2メートル20センチで高めには設定はしておりますので、そういう開放感のところは、はい、感じていただけるかなと思います。あと、まあ、このぶら下がってる照明もありますけど、はい、基本的に上になんかそのライト入ってるじゃないですか、はい、照明が、はい、これもやっぱなんかそのスッキリさせる要因の一つかなと思って。そうですね、おっしゃる通り、このダウンライトも、ダウンライトですね、はい、ダウンライト、おしゃれな言葉ですね、もうダウンライト。すごいな、まあ、こういうアートとかも飾って。そうですね、この照明があったら、はい、僕は結構おうちプロジェクターだったりするので。あ、そうなんですか。こういう壁を見つけたらこれプロジェクターいけるなって思って。あ、いいですね。すぐそういうことばっかり気にしちゃって。いや、あとなんかこのコンセントとかもなんかしっかりちゃんとあるのがいいですね。そうですね、コンセントの位置めちゃくちゃ大事じゃないですか。そうですね、まあ、コンセントは結構多めには設定はしてますね。あってもう損がない。あるだけいいじゃないですか。そうですね、はい、これちょっとした、ね、収納、はい、そこもね、あるかと思うんですけど、掃除機とかね、いや嬉しいですよ、こういうのが、はい、ここないだけでやっぱ掃除機がその出しとかなきゃいけないとか、なんかかけなきゃいけないみたいなのが、こういうちょっとしたなんかこの
収納スペースがあるだけでちょっと人が来た時とかに隠せるじゃないですか。そうです、おっしゃる通りですね。あとはその可動棚と言いまして、棚の高さを変えられる。ああ最高ですね、はい、すごい。結構簡単に変えられるので。そうです、はい、お得した上に合わせて、まあ、あの柔軟にも対応できるかなと思います。すごいよ、みんなインテリアも素敵すぎる。わあすごいね、これ収納大切ってやっぱみんな同意見です。やっぱ掃除機しまえるのいいあ、ありがとうございます。いや、はい、本当ですね。なんか次ありますか、場所は。はい、あとはですね、こちら、洗面室の方になります。いいですか、はい、じゃあ、一番大事なんですよ僕、家が一日休みだったら基本的にお風呂場にいるんで。あ、そうなんですか。そうなんですよ、木村さん、僕基本お風呂場にいて、もう、はい、もう、なんでしょう、なんで、まあ、入浴剤も入れて、入浴剤、お風呂大好きで、はい、ここのお風呂もね、これ贅沢な作りになってます、皆さん。これね、1418って言ってね、これ140センチと180センチの空間ですね。これはなかなか普通にね、その僕がね、昔実家とかに関してとかは結構そのなんだろう、もうちょっとね、あんまり広くなかったりねするね、お風呂だったんですけど、このやっぱワイドな作りっていうのってやっぱ三菱地所さんのそのマンションの作りの良さというか、なんかやっぱちょっと贅沢なね、そうですね、使うとしたら贅沢なね作りで、やっぱりこれぐらいの広さが確保してたらなんか気持ちよくお家でもお風呂ね入りたいですよね。あとミストサウナも標準でこちらついているものになるので、はい、あ、ここからそうですね、そちらからあのミストサウナ、本当だ、ここに書いてありますね、はい、あとはその浴室乾燥とかもできるので、はい、お洗濯物を例えば干していただいて、まあ、あの乾燥っていうボタンを押していただくと、まあ、大体1時間半とか、まあ、1時間そのぐらいで乾燥が終わります。その結構なんだろう、都内にもし住む場合だったら、はい、その車の通りが多い場所もあるじゃないですか、はい、そうなるとやっぱ家の中で干したいっていう、ね、はい、人もいるだろうから、嬉しいですね、それは。ちょっとこれ入ってみてもいいですか。あ、大丈夫です、はい、どうぞ。失礼します、ね、はい、失礼します。じゃあ、あ、どうですか、広さがあって、あと深さもありますね、結構。そうですね、はい、あ、これはいいやなんか僕だったら多分ここにちょっと枕とか置いて、あ、いいですね、ここにしたいな、はい、ということでミストサウナとかを使ったらサウナに気持ちいいですね、これ僕、すいません、やっぱ今日僕ここからあと30分インスタライブやりたい。そうそうそう、いや僕よくお風呂でもインスタライブやるんですよ。あ、そうなんですか、でも、はい、映っちゃうんで、カメラ閉じて、声だけやったりするんですよ。それぐらい長くお風呂入るのが好きで。本当にお好きなんですね。大好きなんですよ。でも入浴剤とかかなりこだわったりして。入浴剤もそうなんですよ、好きで。あとこれ僕やっぱシャワー大事だなと思います、こういうのも。あ、そちらです。ちゃんと、はい、手元でやっぱり水、まあ、出るとか切るとかって切り替えられるものになります。これもそうだし、僕にはいいなと思って。僕これ今家に多分1箇所しかないんですけど。あ、そうなんですね。2個あることによって、はい、僕もう一時動かさないでも正直。もう下だけなんですよ、座ったりするので、これが2個あると、はい、ここは自分の好きな座った時の頭のいい高さをしながら、はいはい、これがあれば、はい、ちょっとこの上にやってこっからバーって出て浴びるっていう、そうです、気持ちいいそのシャワーの浴び方で2個できるっていうの、ちょっとこれあんまり僕が見たことなかったですね、ついてるの。まあこれ高さも変えられるので、まあそうですね、はい、こうやってそうですね、はい、簡単に変えられますね、これね。そうですね、簡単に変えられるので、あの50の高さに調節していただけます。素敵だな、ほんとに。ただこのタオルバーとかも標準で、はい、あ、タオルバーこれ大事ですよ。これあるとないのじゃもうやっぱね違いますから、お風呂出た瞬間ガラス透明ですねお好きですか、このいいじゃんかしら、これ素敵だな、でもなんかこう、ありがとうございます。ちょっとホテルみたいな感じですね。そうですね。作りが。ここが洗濯表記場で、まあ、こちらにフルコダナというものが今つけてます、ね。ああ、嬉しいですね、これ。そうですね、こういうのは結構いいですよね。まあ、ちょっと使い終わったタオルとか。すごい、これがあるだけで違いますから、ね。そうですね。で、これも可動棚なので、本当だ、高さ変えられるんですよね。あ、ちょっと僕が使ってる柔軟台、ちょっと高さがあるから、はい、あ、もう1段ぐらい上げたら入る。いやー、最高。細かいところが本当に行き届いてらっしゃる。いや、これでもあれですね、洗濯機もこれだったら結構大きいものも置けるし、ね、ドラム式もギリギリ置けるぐらいのちゃんと置けると、はい、あ、そうか、何よ、この床のタイルがいいですね、これありがとうございます。石ですね、これ。そうですね、はい、タイル洗面所石よ、みんなこうやってちゃんとね、はい、あって、あと三面鏡の後ろにも収納というものがついているので結構大容量です。本当だ、はい、わー、いい、うわー、良きですありがとうございます。コンセントもあってね、完璧
璧ですよ。あ、結構ね、量入りますね。そうですね、はい、いや結構ね、僕溜まってくるんですよ、やっぱシャンプーとかそういうものとか匂いを抑えながら、このなんだろう、水回りもね、こういう風にあのお風呂場とかは収納があればあるだけ嬉しい。嬉しいですよね。広いなありがとうございます、これちょっと一人暮らしだったら贅沢だね。あ、贅沢。もうなんか家族でもね、全然なんかちっちゃいお子さんとかがいてもなんか、ここだったらね、みんなでね、お風呂入って出ていけるので、はい、めちゃくちゃいい。俺みんなのお風呂のちょっとコメント見たいな。ちょっと僕もこれ持ちますね。最高ですね。便利、ありがとうございます。高級感ある、収納たくさん嬉しい。洗面所が何も引かなくても大丈夫。いや僕は引きますよ。ここに実際に、ね、住んだら引くだろうけど、全然そのスペースも確保されてますから。大理石、大理石ですか。大理石ではないですね、はい、でも見た目大理石みたいな雰囲気ですね。そうですね、はい、うん、いいな収納いいのがいい。最高です。便利、本当だ、床素敵。うん、あとはここにも収納とかについて。あ、本当だ、やっぱあったんだ。これも可動棚なので棚の高さ調節できますし、うわ、ここにもねちょっとした小物入れたりとかね、できるの、ね、全く無駄がないですね。だってこれやっぱ収納なかったら、まあここ棚見たら廊下じゃないですか。そうですね、廊下にもちゃんとこういうポイントがあるのがめちゃくちゃいいです。素敵だな収納。あとこちらが7畳 の、 その主寝室、洋室になりますね。洋室、おしゃれありがとうございます。なんだこれはこれは一体何ですか。こちらはですね、はい、一応そのオプションという形にはなるんですけれども、はい、まあ、こういったインテリアを壁に飾ることができます。いや本当にめちゃくちゃいいホテルじゃないですか7畳もあるので、例えばまあこういったクイーンサイズのベッドになるんですけれども、はい、こういったとしても左右にゆとりがある広さで、ね、7畳あるから全然いけますね。そうですね、まあ、なのでこういったドレッサーを受けたりだとか。あ、ドレッサーとかいいですね、かっこいいなあと、もうこのウォークインクローゼットウォークインで、ね、ウォークインって分かります。ウォークしてインできるウォークインです。要するにそうですね、 1.1 畳のウォークインクローゼット。 ありがたい、はい、もう僕洋服いっぱいあるんで、すごいや。まあもちろんこんだけちゃんと広いお部屋が確保されてるとね、リビングとかにもちょっとしたクローゼット置けるじゃないですか。置けますね、配置によっては。だからウォークインクローゼットで足りなくても十分そういう場所がね、スペースとして確保されてるから。例えばそのお布団とかを、はい、まあ、例えば上の棚に置いて。ああ、確かにそうですね、全然できますしね、はい、いやー、みんなもう分かる、もう押し入れじゃないんだとウォークインクローゼット実家の母に伝えたいです今はもう押し入れじゃないよウォークインクローゼット。おしゃれなこと。あと嬉しいですね、これあとこういうガラガラが結構いいなと思って、やっぱこうなると結構そのそうですね、動線、動線が立っちゃうんで、こういうねウォークインクローゼットとかこういうガラガラだとすごく、うん、生活しやすいですよ、ね、ありがとうございます。いや、おしゃれだなあ。と床も絨毯素敵ですね。なんかそうですね、はい、うん、絨毯の日あと高みがありますね、すごく。天井の高さとかここも高いですね。高いんですよ、これも2500m2m50cm、ね、リビングの高いのと同じですね。同じです。うわ、はい、これ本当だいぶ違いますからね、これだいぶ違いますね。へえ似合いますね。ようこそ僕の寝室に皆さん僕は寝室初めて公開したんですけど、実は今日僕の自宅からお送りしております、はい、僕がデザインしましたこのカフェやっぱ様になりますね本当ですか。本当です、本当です。一番似合います。いやいやいや、もう可愛いね、おしゃれな生活ですよ。こんな、ね、クーラーもしっかりねあって、あ、いいですね、はい、これは素敵ですよ皆さん。この寝室、もう寝室だけでもいいけど、やっぱりリビングもそうだし、廊下にも収納が。さあさあさあ、はい、じゃあ、あとはこちらのコーナーも案内させていただきますね。はい、はい、はい、物件によって、まあ、こういった住戸のですね、はい、まあ、例えばドアのホイールだったりだとか、ああ、そのいわゆる、なんだろう、その借りるだけではなく、そのもうマンションを買ったりとかするときにですよね、はい、そうですね、まあ、お客様にもものづくりの楽しさっていうのを、まあ、感じていただきたいという観点から、このパウダーオークというオイルか、はい、サンドヒッコリーというオイルか、はい、スモーキーウォールナットっていうこの3色からご選択がいただけます。床と、あ、違う、全部あるんだ。そうですね、洗面室とか、はい、ね、キッチンとか。そうですね、収納の場面で台とか、そう、これだから洗面台のことですね。です、床だけではなく、はい、おっしゃる通りですね。じゃあこっちですか、床のタイルとかですね。そうですね、はい、
選べるんだ。で、まあ、このフローリングのお色とかもこのカラーによって違ってきます。このスモーキーウォルナットだと、まあ、こういったフローリングのお色になりますし、あ、やっぱウォルナット系だとすごくなんか温かみがあっていいですね。そうですね、はい、でもやっぱ大理石ちょっと高級感あっていいですね。いいですよね、憧れますねまあこちらのお色とかもあの明るめのお色になってます。壁もある、ね、はい、いいな、素敵だ。まあ、こういうのが選択できると楽しいですよね。楽しいですね。そうですよね、住むのもすごく楽しみになるけど、やっぱその作っていく過程が一番楽しかったりするじゃないですか。そうですよね、どん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 その自分の理想のお住まいに近づけていって。そうです、はい、すごいなありがとうございます。素敵ですね、はい、いっぱいありますね、こうやってお風呂のタイプも選べるし。そうですね、はい。あとはこちらのコーナーに、あの実際その、まあ、弊社のですね、ものづくりのこだわりというものが決まっておりまして、はい、例えばこちらの釣り戸棚になるんですけれども、はい、いやもう普通の棚ですね。そうなんです、これ中を開けていただくと、あーこれすごいやこれすごいよ、だって僕の家はこういうやつをなんかどっかで買ったやつをここにガコってつけたなってます、ね、ああなるほどなるほど、あ見えるとか思ってたんですけど、今中にあるのあるんですか。そうです、もうこれは標準がついていて、まあ、これがキッチンペーパーホルダーでタップをしまうところだったり、あの、まあ、まな板を立てておけるようなものだったり。本当だ、はい、うわあとここがその網目といいますか、本当だかけられる。そうです、あの S 字フックで例えばお玉とか、いや本当だ、かけられるような、あめっちゃいいじゃないですか。なんか僕今変な無理やり磁石貼り付けてやってますよ、ここに脱線と言われる。うわそうですね、これ超いい、はい、あの落ちないし、これだったら。そうですね、お客様の声を元にあのこれは採用させていただいて、あの僕も後で全部言いますまあでも今の言僕も言っても言っても多分今こうなってるのがあるから、僕が多分こういうお茶探せばいいすげえ。あとは完璧、はい、そうですね、あの、まあ、こういった食洗機、ああ食洗機はこういう位置にもね、はい、あるんだ。さっきとまた違うところ。そうです、ね、あ大きくていいですね。あとは物件によってになるんですけども、はい、まあ、こういったものがあのついてる場合のマッパもありますね。ああ最初からありがたいですね、これ。そうですね、でこれは例えばコップの単純にその水切り袋としてお使いいただくっていうのもありますし、まあそうですね、はい、あとはそのディスポーザーがついてない物件とかになってくると、ここに三角コーナーを置いて、例えばまな板で切ったものをそのまま捨てられますとか。本当にもう無駄な場所が一つすべてを正しく。キッチン、こんなキッチンだったらちょっと料理するのも楽しそうですね。そうですね、あこれもねタオルかけられるんですか。かけられます、はい、後付けじゃないんですね。そうなんですよ、はい、バークハウスはこちらあの標準で付けておりますね。バークハウスだなすごいや。洗面も実はそのこだわりというのが詰まってまして、はい、あのまあ、まずこのボールっていうのはちょっと右側に寄ってると思うんですけれども、本当だ、はい、これがですね、あの例えばあの髪を乾かす方、あの顔を洗う方、まあ、そのベゼルというのを開けられる、ありがたい。ちょっとこちら右側に寄せていると、あもうこれ意外と見たことなかったかもしれない。あ本当ですか。僕ん家ど真ん中にやりました。あで、まあ、これもですね、あの一応そのお客様の声を元にあの採用させていただいたものになるんです。いやあここなそうなってるんだ歯磨きの歯ブラシ置きますよ。そうですそうです、あのこのコップを置いていただいて、例えばあの歯ブラシを入れていただいて、やばいな、はい、やばすぎる。あとはここの裏なんですけど、あすいません、こういったタオルをですね、あありがてえありがたい、はい、これもそうですね、お客様の声を元に採用させていただいて、僕だったらティッシュね、ここに置いときたい。僕は結構タオルも使うんですけど、ティッシュ絶対ここに置きたくて、はい、でも今はティッシュなくなったっつったら、はい、ちょっと遠くまで取りに行ってこうやってやってたんで、ここにティッシュかこって入れられそうじゃないですか、これだったら全然入れられると思います。あちょっといいサイズだと思うんですよね。そうですよね、はい、ティッシュの箱をなんか3個ぐらい入れてみたら、そうですね、まあ、これもあの開けていただいたらすぐ取れるので、このギャラリーに住んでいいですか。じゃあちょっといいですか、ギャラリーいいですかちょっとああすごい、やっぱりでも当たり前のように伸びますから。そうですね、はい、当たり前のように使いやすくしてくれてるっていう、綺麗だな。あとなんか僕個人的に今気になって好きだなと思ったのは、はい、この水を満タンに流れた時にその抜けてく穴あるじゃないですか、はい、これはなんかこっちにないのいいですね。あ確かにそうですね、手前にあることによって、結構ここに汚れが僕溜まっちゃったりしててよく洗うんですけど、ここにやっぱついてるのがあるじゃないですか、結構あるので、ちょっとやっぱり生活感というか見えちゃうので、はい、ちょっとこの四角になってる、素晴らしいな、あとみんなわかる、これここまでにゆっくり閉まっていく。そうです、ソフトクローズガチャってならんから、ね、
からもう1台買ってるからこれ伝わるかな、これこのこだわり、ガチャンってならないのがいいですね。そうですね、ここもゆっくりしてもらって、もうゆっくりですか、はい、まあ、もうこれです僕もこういう人間になりたいですねこういう人間になりたい、すごいや、完璧ですね。あとはもうこの下の収納とかも、はい、あのそのまま洗濯かご入れられたりとかするんですよ。あ、確かに洗濯物のカゴ今あるけど、うちにもう見えてるのって、ね、あれあー、こういう風に使えるんですね。あとはここもそうですね、あの棚板外していただけると、そうですね、例えばその踏み台とかもこう確かに入れられるし、まあ、さっきあの僕ティッシュ堂の方で言いましたけど、こっちにも入れられるし、そうですね、シャンプーもそう、タオルとかも入れられるし、はい、かなり使い勝手はいいかなと思います。この下のその水道管とかとちゃんとその区別されてるのがいいですね。そうですね、はい、めちゃくちゃいいこの空間、贅沢な空間でございますよ皆さん、いかがですか。じゃあもう一回みんなのちょっと見えないのやっぱいいっていう、あ、ありがとうございます。多いですね、うん、すごいわ。あ、まあまあ落としないのがありがたい、買いたくなりましたありがとうございます、うん、まあ、その穴の位置分かるってね、ここのことですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、いいですね。ありますか、まだ何か。あ、そうですね、あとはその、まあ、VR モデルルームというものも含めておりますので、はいはい、そうです。今お時間は何時ですかね、個人出てないかな。お時間今お時間何時、30分、結構まだまだいけますよ。あ、本当ですか。もう一回リビング行きたいですよ。あ、そうそうそう、はい、もう一回リビング。あとこれ玄関の鏡、あ、いいですね、もう憧れです、これ。あ、これも一応あのブロンズミラーといいまして、はい、まあ、普通のそのミラーではなくてちょっとブロンズ加工がしてある。本当だ、はい、おしゃれ、ちょっと漏れですね僕やっぱお仕事柄自分の写真を鏡越しで撮ってみたいなことあるんで、SNS に上げるときって、はい、これ漏れ鏡大事ですそうですよね、玄関にやっぱこういうのあるとすごいいいですね。いや、便利ですね、はい。これもしかしてあれですか、自動で消えたりとか、なんか人が来たらみたいなできるやつですか。あ、そうです、あの人感センサーがついているので、はい、玄関入ってチッてしなくていいんですか、はい、じゃあちょっともう一回僕リビング行ってきます楽しくてしょうがない、玄関入ってチッてしなくていいんですか、はい、じゃあちょっともう一回僕リビング行ってきます楽しくてしょうがない、こうやってね、どうも、ようこそ僕のお家に。こうやってやっちゃって、ね、これで飲んじゃって。素敵ですね。何この空間は本当に。おしゃれだ。このテーブルとかもその左官仕上げといって、まあ、なんでしょう、その職人さんがちょっと手で。本当ですね、はい。温みがすごいありますね、この。素敵だ。どうしようみんな、どうするみんな、マンション、みんなこれ検討してください本当に楽しい。いや、こういう棚も欲しいな。棚いいですよね。いいですね。これもそのマンションを誰かそのなんかマンションをなんかその一緒に作っていくっていう決めていく中で、はい、その壁をこれだからもうなんだろう、後から置いてるわけじゃないってことですもん。そうですね、はい、あ、だったらなんかその安全性もねやっぱありますし。そうですね、おっしゃる通りですね、うん、ちゃんと天井に対してそのサイズも測ってね、こうやってオーダーメイドですね、言ったらできるの、はい、めちゃくちゃ羨ましい。へー、バルコニーとかも、あ、いいんですか、はい、こちら、はい、そうですね、バルコニー、すいません、こちら、はい、ちょっと外に見えるんですけど、こちらがバルコニー。え、なんかルーフバルコニーみたいになってます。これなんだ、ルーフでもないのか。そうですね、まあ一応奥行きがそのあの1m80cm、はい、あ、どうぞ、全然、はい、なんか上が木みたいになってます。そうですね、てか全然外の音聞こえないですね、そういえば。そうですね、まあこの二重ガラス、複層ガラスというものを使用しておりまして、ガラスを二重に貼っているんです。ああ、真ん中に空間ができるんです、ね、あ、そうです、おっしゃる通り。断熱とかもできるし、めちゃくちゃいいですよね。はい、ラレー暖房効率も上がりますし、いい家に住むと暖房あんま使わないって噂って結構ありますよ。ありますね、はい、あ、広っ、広いや。ここがその 1m80cm の奥行きで、ベランダが広いや、はい、こんな広いベランダあるんだよ、まあ、これで夜景とかを楽しめたら最高ですね。いや、そうですね、まあ、ちょっと今ギャラリーだから外の景色はもう映せないけど、あのね、ちゃんとこういうのもあってね。そうですね、もう少し、はい、ついてます。綺麗だな。
俺なんかもし自分でマンションいつか買って作ったら、はい、ベランダからこうやってマンション見たいですもん、中そうです、ね、こう見たらめちゃくちゃすごい綺麗で広いから、それで見てなんかちょっと優雅優雅、いやちょっとリビングはねいつまでもいたいけど、じゃあちょっとまた次になんかまた三菱地所さんの、はい、面白い面白いというかなんかそのいろいろエリアがね多分あるので、そうです、紹介していただけたらと思うんですけども、はい、ただちょっと、まあ、あちらの方でご案内させていただきます、はい、はい、あったりですか、はい、左手の方なんですけども、はい、こちらの方で弊社のブランドについてのちょっと歴史というか、はい、もともとこの丸の内っていうのは、はい、まあ、更地の状態であったんですけれども、はい、どん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 、まあ、オフィス、うん、ビジネスセンターとしてこちらですね、はい、いろいろ作り出しておりまして、ゼロから出発、そうですね、でここからどん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 こういったビルを建てさせていただいて、このもう始まりは1890年、ね、1890年、これもうあと教科書に載った方がいいですよ本当に。ただその、まあ、こういったビルのみならず、まあ、こういったホテル、ロイヤルパークホテルだったりだとか、あとはアウトレット、プレミアムアウトレットですね。ああ、御殿場プレミアムアウトレット行ったことありますよ。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。そうだった、こちらも三菱地所グループの、そうなんですか、はい、あとはまあこの東京トーチというですね、今まあ日本最高峰の高さを誇るビルを今建設中でございます、ね、でこれがまあ2028年3月ごろにこういった建物が建ったので、はい、これからもどんどん進化していくという街になります。こちらそっか、じゃあこれまあオフィスのビルとかをやっていて、はい、マンション事業っていうのは実は、はい、まあ、最初ではなくてここからなんですね、はい、そうですね、はい、それでもまだ2000年代になってない、そうですね、そこからこの赤坂パークハウス、こちらが一番最初、この時から名前もパークハウスなのかちょっと感動しました今となってはね当たり前のように皆さんも知ってるマンションのブランドではありますけど、はい、この時からパークハウスなんだ。そうですね、この赤坂パークハウスっていうのがパークハウスの始まりだったんですね。ニューヨークにもあって、はい、すごいロックフェラーグループに参加してアジアにもあってって、もうすごいや。そうです ねホテルねやっぱやられてますけど、アウトレットもちょっと僕それはすいません存じてなくてすごいびっくりしました。あ、ありがとうございます。そっかそっか、そうですよね、でもまあ、いろいろその作ってきた私たちはその知見というものがあるので、まあ、住宅だったりあとはホテルだったりアウトレットにまあ行かせていただいて、じゃあ本当街を歩けばどこかに三菱地所さんが感じられますね。で、でまあ、その東京駅、まあ、お越しになった時にいろいろビルが建ってたと思うんですけど、はい、結構その、まあ、三菱地所グループのビルっていうのがたくさん、あ、多いですか、はい、例えばその東京駅出ていただく、はい、丸の内口出ていただくと2つのビル、あ、ありますあります、はい、これは三菱地所グループの、あ、そうなんですか、ものがあります、はい、あと今こちらの大手町ビルっていうのも三菱地所、はい、そうなんですね、はい、こちらになりますね。わあ、すごい、こちらが1958年に建てられたビルになります。かっこいい、かっこいい全然そのこの年数は経ってるけどそれを感じさせないですね。そうですね、まあ、綺麗に修繕をして、はい、すごいですって皆さん知らなかったから楽しい、すごい、はい、勉強になりますね。 ありがとうございます、はい、まあ、こちらの部屋の方でですね、はい、まあ、こちらですね、はい、はい、はい、こちらであの VR モデルルームと作成しておりますので、はい、こちらの方、こちらのテレビでご覧いただければと思います。 VR、 はい、ちょっと近場の方がみんな見えるかな。わ、すげえ、まあね、今ちょっとオンラインで多分ね、その見たい人もいるでしょうからね。そうですね、はい、あのオンラインでもご紹介していただいておりますので、はい、はい、歴史も知れるとは。ちょっと準備します、はい、あ、本当だ、アウトレット三菱地所さん有名、そうなんだ、あ、ロイヤルパークホテルのグループ会社なんですね。そうですね、多いですねってみんな言ってます。みんなもすごいな、みんなも詳しいないいな、住みたい、トリクマンション買っちゃいそうって本当買っちゃう、一棟全部買って僕のファンの皆さんともこういうの場合にしたいわーすごい、はい、一応ですね、あのこの VR のモデルルームというのも、はい、こちらのギャラリーにお越しになった方々に、はい、見学したい、はい、させていただいております、はい、こちらがですね、一応そのザ・パークハウス・アーバス・早稲田の、はい、早稲田の、ね、はい、タイプの A タイプというお部屋の VR モデル、はい、あ、すごい、動かせるんですね、はい、
で今このリビングダイニングの方から見ているというような感じですね、はいはい、ここがリビングダイニング、まあ、こういった家具のレイアウト、レイアウトの提案もさせていただいているの で、例えば、まあ、ここにですねあのソファーを置いていただいて、はい、まあ、こういったところに、はい、テレビを置いて、で、まあ、隣の、まあ、洋室は、まあ、ベッドルームとしてお使いいただく、うん、かわいい部屋で、キッチンとかもこういった形で、はい、早稲田とかになってくると、まあ、こういったあのキッチンの黒い天板というのはかなりおしゃれです。いや、でもなんかこの平米数で言ったらさっき僕が見たところとは少しだけね、そのギュッとなりますけど、それを全く結構感じさせないぐらい部屋の作りに本当に無駄がなくって、キッチンとかもやっぱちゃんと大きさがあるじゃないですか。そうですね、それがすごいですね、なんか部屋の全体の大きさと比例してちっちゃくなっていくんじゃなくて、全然ここでもなんか全然よく感じますからね。そうですね、あの作業スペースというものはあの確保させていただいて。あ、そうですね、はい。でこれがね、まあ、ちなみにこちらがリビングダイニングから見たイメージになるんですけれども、はい、あとは例えばそのキッチンの方から見たイメージというものを、はい、ご案内させていただくと、マンション住みたい、引っ越したいって人じゃあもうぜひ、うん、夢が膨らむね、オーダーメイド素敵、みんなで憩いの場を楽しい、夢をありがとう、勉強になります。いやー、めちゃくちゃ楽しいですね。ちょっと少々お待ちくださいね。無駄がない作りですっていう。いやー、でもね、本当に多分人それぞれマンションに対してこだわりのポイント違うと思ってて、僕がさっき言ったようにお風呂も大事なんですけど、やっぱなんかこうやって見てるとやっぱ全部こだわっていくことの大切さを知りましたね。なんか本当に無駄がないからびっくりしました。廊下に収納があるのいいな、俺物が多いんですよ。ああ、なるほど。だからもう収納命で、ウォークインクローゼットもいいし。ちょっとこちら別の、はい、切り替えますね。はい、大丈夫です、はい、いやー、いいなー、マンション住みたくなったって。ありがとうございます。こちらのギャラリーとかそのご予約をいただいたら見れるようにもなってるんですか？そうですね、一応完全予約制という形で、はい、あのご予約いただければあのご案内させていただきます。あ、じゃあちょっと今マンション買ってしまおうかな、はい、みたいなことでしょ、ぜひお越しください。はい、おすすめです。はい、ちなみに、こちらちょっと画面切り替えますね。はい。はい、いやマンション住んだことなくて憧れます。いやマンションいいですよ。まあ、もちろんね、あの一戸建てもね、僕は素敵だと思いますけど。ね、やっぱね、でもどちらもやっぱその三菱さんと多分一緒に作っていけるわけじゃないですか。はい、ね、それがすごく、あ、それキッチンの、そうです、あ、すいません、あ、広いよ、はい、こちらが全然広い、キッチンから見たイメージになりますね。ああ、この平米数でちゃんとガスも3コンロちゃんとあって、そうですね、あとはまあ壁がなくてその目の前が開けているっていうのも、ね、はい、広々と、全く柱とかもなくていいですね。そうですね、広々と感じられるポイントかなと思います。いいや、はい、まあ、こちらの背中側には先ほどの同じような、本当だ、はい、本当黒い石、すごい素敵ですね。素敵ですよね、もうこれだけでやっぱり雰囲気がガラッと変わりますから。めちゃくちゃいい、みんな。でここにコーヒーメーカーとか置けますし、はい、あとは、まあ、玄関の方ですね、入っていただくと面白い VR、ありがとうございます、はい、あ、いい、ちょっとこちらあの玄関、あ、綺麗、はい、また収納もあるし、玄関もあるし、玄関に収納いっぱいあるし、そうですね、これ右下に多分収納ですか？はい、ああ、こちらも収納になっています。はい、こちらの左手側が、まあ、シューズボックスになっているので、他のお靴を入れるところで、こちらも右手側、モノ入れというものがついているので、ああ、ありがたい、ありがたい。例えばスーツケース、ああ、ありがたい、スーツケースありがたい。はい、あとはそのゴルフをやられる、ゴルフとかっていうのは入れられるようなスペースになりますね。そう、スーツケースって結構かさばりますからね。そうですね、やっぱりスーツケースになると、やっぱどうしてもやっぱリビングダイニングに持ち込みたくないっていう、ちょっと汚れもありますからね。それ玄関、はい、まあ、こういったような形、広いな、ね、ここもあの黒いその天板、本当ですね、こちらになって、おしゃれ、かなりおしゃれです、ね、本当ですか、っていいですね、キッチンとか、そうですね、あとはこの三面鏡の裏にも収納はあります、先ほどね、あとはその洗濯機の上に、まあ、その棚がついているので、いい、はい、あの、まあ、いい設定が、ついてますね、はい、というような形、別のタイプもご紹介ができます、あ、でもここにあるも置けそうだって今でしょ。いやもうね、棚はいくらあってもいい。本当そう。棚はいくらあってもいいから。すごいな。いや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 。
選ぶの楽しいよね。そんな選ぶの楽しんだことない、羨ましいな。白い天板、白に黒い天板が映えてて可愛い。確かに玄関タイルおしゃれ。タイルだと汚れにくそう。確かにケリーのコロコロ拭かなくていいんだね。ほんとそう。スーツケースやっぱ確かに玄関置けるの嬉しい。やっぱそうですよね。ちょっと別のメールですね、はい、ご案内させていただきます、はい、このテレビに映ってるのは実際に見れるんですか、と。 ある場所なんですか、これは。これはですね、まだ、あのイメージになります、まあ、まだ建設中でございますので、そうなんですね、はい、でもまあ多分こういうのに近い物件とかはそうです、お聞きしたらありますので、問い合わせしたら、そちらの方もご紹介、はい、させていただきます、うん、こちらがまたちょっと別のタイプになります、はいはい、でリビングダイニングから見たり、キッチンから見たような、かわいい部屋の形、はい、まあ、こういった、あ、窓がちゃんとある、いっぱい、そうですね、結構いいですね、これありますよ ね、空間としてまあ結構広めにはなってきますね、ここも同じく壁がないタイプ、本当だ、で、まあ、やっぱり広いので嬉しいですね、簡単になってもそうですね。あと別の視点から、まあ、先ほどの、玄関の方からもちょっと見ていきますと、はい、いやすごいな、窓たくさんいいですね、こんな広いんだ、収納あるだけいいよね、全部収納するのが理想だから、わかる、もう全部収納しときたい。何一つ見えなくていいよ、窓いっぱいあると明るさが出て嬉しいですね、ほんとそう、窓のそばに雑貨を置きたいからいいな、これって。確かにちょっと1個へこんでる窓みたいなのがあるといいですよね。そうですね、なんかそこにちっちゃいなんか植物を置ける、はいはい、観葉植物、はい、素敵だな、コンロの前が開けてていい、確かにやっぱ開けてると、あの料理してるとやっぱちょっと暑くなるじゃないですか、そうですね、やっぱ開けてたりとか、はい、ちゃんとこの空調みたいなものが感じれる、はい、この作りのキッチンは嬉しいですよね。そうですね、かなり。キッチンがこもってるとちょっとやっぱね、料理するの怖いじゃないですか。うん、いや、いいな。あ、すいません、お待たせしました。はい、はい。こちらが玄関の方です、ね、はい。まあ、こちら今、あの、シューズボックスを開けた状態ですね。大きい大きい。で、これも可動棚なので、棚の高さ変えられます、ね。ブーツとかだったりすると、ね、そうですね、ちょっと高さありますからね。素敵。はい。で、こちらの右手側にも先ほどと同じ、はい、はい、あのスーツケースのね、入れるものがありました。はい、そのインテリアの色とかもおしゃれですよね、例えばこういったドアの、すごいこの今回このちょっと白とナチュラルな色みたいなものだけが多いのがいいですよね、そうですね、ここに結構そのキッチンの天板とかが黒で締まるのがめちゃくちゃバランスが良くて非常におしゃれですね。あとはこちらの方に、まあ、こういった金物がついてると思うんですが、はい、例えばまあスリッパをちょっと置けるとか、あ、そういうことですね、めっちゃいい、ありがたいですね、こういう、そうですね、まあ、作成しておりましたので、ギャラリーにご来場の方はですね、こちらプロに見れます、ね、はい、あの空間のご提案等をさせていただいて、ちょっと2022年なんか今いろいろブームとかあるじゃないですか、はい、ここに行ったり、マンションのギャラリーに来るブーム来るんじゃないですか、あ、本当ですか。そんな簡単に来ていいもの出したら僕ね、ハードルやっぱ高いなと思っちゃいました、やっぱ最初は。あ、なるほど、こういう風にいろんなものが見れてとか、すごくなんか身近に感じれるブームブームがあって、なんかいい意味のことイメージが変わったみたいな、やっぱちょっと僕も今もう30になったんですけど、ちょっとどこか憧れというか、なかなかこういうとこ来るのって自分の中で緊張しちゃうっていうイメージがあるんですけど、すごく楽しめて、ありがとうございます、そう言っていただけると嬉しいですね、本当に VR イメージしやすい、はい、木村さんのお紹介が上手で興味が出ました、あ、本当ですか、ありがとうございます、そう言っていただけると、はい、はい、嬉しいですね。じゃあ VR はこれぐらいですか。そうですね、あとはこちらの、はい、ツールにて、あの、まあ、実際のその眺望写真、まあ、イメージになるんですけども、こちらとか、はい、あとは日当たりのシミュレーションとかもある、そういうのもあるんですか、はい、ちょっとこちらご案内させていただきます、嬉しい、はい、こういうのちょっと先にあの各階の眺望写真っていうのを撮っております、はい、各階相当高さから撮っているので実際とはちょっと異なる可能性もあるんですけども、うん、まあ、そうですね、はい、イメージありますからね、はい、でちなみにこれはですね、あのザ・パーカースアーバンス早稲田の、はい、あの西向きの方のお部屋ですね、 C タイプというところの、11階相当高さから撮影した、眺望写真になります、よく見えて綺麗な、はい、あとはちょっと各タイプごとに、また、あ、見れるんだ、で、逆の質の東側の方になってくると、まあ、こういったちょっと、は
はい、あ、こういう開けてて、そうですね、ここだとかなり、開けて青空もかなり広がってるので、こういうの細かく見れるのいいですね。そうですね。であとはその各回数も撮っているので、で、ね、これがその11回で、こちらが、10回、おー、すごい、各高さでやっぱり、まあ、ちょっと変わりますもん、はい、いや、いいですね。あ、日当たりまで再現できるの、ちょっと日当たり気になりますね。あ、本当ですか。ちょっとすぐに出してますね。すごい、こんなあるんだ。マンション買うときは木村さんにお願いしたいって言ってる人います。あ、本当ですか、はい、ぜひ、はい、すごいこれが、日当たりのシミュレーションになりますね。あ、こういうことか。そうです、はい、朝、あの春と秋ですね、中秋、はい、分の朝の8時の段階で黄色く塗りつぶされている部分が直接太陽が出ています。わー、すごい、はい、でこちらムービー流しますね。あ、はい、まさか、まさかはい、こちらが東側。あ、まあ、時間変わってるんだ。そうですね、はい、今10時ですね。じゃあ僕がもしここだってなってたら、あ、今ここ9時からまずここまで当たってる当たってるって見れるんです。そうですね、はい、ずっと当たってますね。そうです、西側はずっと当たってます、うん、はい、東側は大体その8時から、まあ、まあ、お昼のまあ11時とかそのぐらいまでがピークになってくる。十分ですね、ここまでやってたら、で、まあ、西側になってくると1時からの夕方ぐらいまで光が当たるというイメージ。かなりこれイメージしやすいですね。いいですね、はい、大切ですからね、日当たり、はい、あとはその冬冬至にでもやっぱり作成はして、確かに日当たり大事ですよ、光熱費かかりますって言ってる人だよ。あと冬になってくると、まあ、こういった太陽の軌道とかも変わりますので、こちらもちょっとムービー流させていただきますと、はい、冬至ですか。そうですね、冬至なので、はい、太陽の軌道が少し低くなって、なるほど、そのシミュレーションになります。へえ、はい、日本ならではの。そうですね、まあ、こういったようにですね、日当たりもシミュレーションを作っておりますので、はい、あのご想像もしやすいかなというふうに思います。はい、面白い、はい、こういったような日当たりになりますかね。ありがとうございます。はい、まあ、ちょっとじゃあ向こうの方に、ね、はい、また行くという、よいしょ、こちらに、いや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 、はい、さあ、こちら、こちらですか、はい、ありがたい。また反対にですね、あの物件 の, その外壁等もですね、はい、一応そのサンプルはご用意しております。あ、外壁なんですね。そうですね、外壁、もしくはその床材だったり、エントランスの、そうですね、これがあのザ・パーカース・アーバンス早稲田の、まあ、エントランスの床材、これ実物になりますので、じゃあ僕が将来と誓ってマンションを、あの木村さんと建てるときはこれやればいいです。そうですね、わかりました。まあ、こういったエントランスの床だったり、はい、あとはエントランスの外壁だったり、はい、あとはエントランスホール床とか、まあ、こういったあのマテリアルも全て整えた状態で、これタイル一つ一つのカードに僕の名前とか入れててもいいですか。大丈夫ですか。なんかかっこいいと思います。そうします、僕のマンション桜田マンション決してあの桜田通り沿いには建てないです。わかりにくいんで、これ早稲田、こちらも御徒町、今ご案内しております御徒、はい、町も、まあ、こういった外壁が、マリオンというものが、ね、なんか自分にとって知らないこの話だったんですけど、もちろんマンションなな中を見るのが好きだったんですけど、確かにでもマンションを建てるっていう立場にもしなったら、こういう外壁にもこだわれるわけじゃないですか。そうですね、すっごい夢広がりますね。そうですね、やっぱりまあこういったおしゃれな素材とか使ってると、もうあの住むイメージといいますか、やっぱ夢がどんどん広がってきますよね。そうですね、こんなこと考えたことちょっとすごいな、おしゃれ、はい、ぜひよろしければもう一度あのプレゼンテーションルーム、ありがとうございます。パークハウス憧れです。ありがとうございます。桜田マンション住みたい住みたいから、やっぱ様になりますね、やっぱり。いやいや、そんな何をおっしゃるんですかさあ、いろいろ見ていきましたけども、皆さんね、あの改めて本日紹介した物件が気になった方は、ぜひあの検索してみてください。このザ・パークハウス・アーバンス、御徒町でしたっけ、早稲田と、そうですね、同じくパークハウス・アーバンスの早稲田、はい、他のマンションもね、見てみたい方はぜひ住まいのギャラリー、これ検索すると見れるんですけど、はい、まあでもいっぱいありますもんね、パークハウスシリーズって。そうですね、今たくさんあるから、はい、ちょっとぜひぜひチェックしてみてください。そしてあのこの三菱地所レジデンスの公式アカウント、インスタグラムフォローあるので、あのアカウントあるのでザ・パークハウスフォローしてみてください。たくさん素敵な物件の写真だったり情報が載っています、ぜひ見てください。さあ、あのね、今日はもうそろそろお時間ですか、これ。
でもいくらでも語れるんですけど時間なんですよ。いやー、でもすごく楽しかったです。ありがとうございます。一緒に写りましょう、はい、すみません。僕もマンションすごい見るのが好きだったので、風呂場の広さとかもいろいろと知ってたんですけど、本当僕も知らなかったこのなんか天井の高さだったりとか、はい、収納のスペースとかいろいろ勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。